皆様こんばんは。確かにこのマイクはあんまり聞こえないかもしれないけど、大きな声で話します。JFC コンクール、今回12回目になりますけれども、ようこそお越しくださいました。今回は中川俊夫さんが、審査員を務めるという形で、このコンクール何回目かから忘れましたけれども、一人で選ぶという、コンセプトでやっておりますので、今回は中川さんが、全てを仕切っております。で、29曲の応募があって、その中から6曲を、中川さんが選んだ、それの、本選会ということになります。で、まずその前ですね、ここでお願いがあるのは、皆さん携帯電話を、ぜひ今、確かめて出して聞いていただければと思います。携帯が影響ありそうな曲がかなり大きい、携帯が鳴ってもいいような曲もありますけど、ね、今回はすぐ違うということで、ぜひお願いします。今日は私の作品じゃないので、はい、中川さんも携帯大丈夫ですね。大丈夫です。まっすぐに消してありますから、はい。それから、ひそやかに表に貼ってあったんですが、曲順が変わりました。申し上げておきます。1曲目が、ハイマチレイさんの、これはプログラム通りです。で、2曲目に、一番最後になっておりました山本潤さんの作品になります。それから、3曲目が松尾健志郎さんの、これで、前半が終わります。そして、休憩10分挟みまして、だから、蔡芸宏さんの作品が、後半の1曲、それから、小倉美春さんの作品、これが1曲目、そして伊藤明さんのが、作品が最後というふうになりましたので、ご確認ください。はい、今ここに審査委員長がいまして、公平性を担保するためにという、くじ引きで順番を決めました。はい、ということだそうです。くじ引きです。あ、くじ引きな、どういうくじ引きなんですか。阿弥陀ですか。ミネさんが用意してくれまして、こうくじを、はい、それで作曲家のこのユニシャルが書いたことですね。なるほど。念を入れながらこう余計な面を入れないぞって皆さんに言われましたけど、うん、そうなんです。なるほど。そしたらこういう順番になる。だそうです。はい。そこからしてこのコンクール、まあいいです。ということで、ここからは本当に、普通のコンサート形式でやりまして、で、3曲目のところで10分休憩になります。そして、終わりましたら、約20分ぐらい彼は、陳詞木工しまして、結果発表という感じになりますので、そこまで、ぜひお聞きいただければと思います。では、早速始めたいと思います。